ホールに行かなきゃ。ホールって向こうだ。よっしゃ、今回からむつみ海ルートやっていきたいと思います。ホール。おい、あれってクォーツの？クォーツのジャックエース、むつみ海だ。ジャンヌのトップがアルジャンヌだから、ジャックエースはジャックのトップ。おい、立花、ダンスどうだった？なんかもう俺やばいかも。あ、ホールの場所を教えてくださってありがとうございました。ん？ああ。あ、お、街にいるね。なんか街でエンカウントするのって難しいような気がする。いつもカイは大館山にいるからね。カイさんだ。こっちの通りにいるの珍しいな。あれ、こっちの通りにってことは、姫彦通り、姫彦通りだよね、あの賑やかな方って、にいる方があれなのかな。教会に入っていった。綺麗な教会だな。そっか、カイはなんか孤児院でね。お姉ちゃん、何覗いてんの？え、用事？誰かの家族？ああ、いえ。ん、立花。あ、カイさん、お疲れ様です。すみません、通りがけにお見かけして。あれ、このお姉ちゃん、カイ兄ちゃんの知り合いなの？ユニベールの後輩だ。え、じゃあお兄ちゃん、もしかしてジャンヌ？ジャンヌのダンスできる？え、ジャンヌのダンスですか？はい、できますよ。あ、立花。やったー！ねえ、ユニベールのジャンヌ来たよ！ダンスできるって！結構子供にもさ、有名なんだな、ユニベールって。本当？あ、子供が集まってきた。なんだろう、なんかおい待て、こいつは通りかかっただけで。妖怪ウォッチとか鬼滅の刃とかより、ここ一帯ではユニベールなのかな。だってカイ兄ちゃん、ジャンヌのダンスできないじゃん。あ、それは痛いところ。カイさん、どういうことなんでしょうか？すまない、時々ここで子供たちの遊び相手をしているんだが、ユニベールのダンスも教えていて。カイはめちゃくちゃ子供に好かれそう。何言っても怒らないから子供たちもずっと甘えてそう。なのにカイ兄ちゃん、ジャックのダンスしかできないんだ。ジャックもいいけど、ジャンヌもいなきゃユニベールのダンスじゃないだろう。なるほど、それで。ねえ、立花のお兄ちゃん、ジャンヌのダンス教えてよ。いいですよ。立花、無理に付き合うことは。完全に対応がお姉ちゃん。わー、やったー！これでジャックとジャンヌが揃うね。あ、おい、お前たち。大丈夫ですよ、カイさん。楽しそうですし、ちょうど時間もありますから。あ、そうか。前々からジャンヌのダンスもやりたいと言われて困っていたんだ。助かる。ジャックとジャンヌが一緒に踊るやつね。ペアダンスか。それならペア練習で一番初めに踊るダンスがいいかもしれないな。あれなら振りも入っています。じゃあまずは手本を。すげえ。かっこいい、かわいい。めちゃめちゃ映えるな、この二人。あ、踊りやすい。長年一緒にやってきたペアみたい。カイがなんかクォーツの他のメンツに比べてマジでジャックエースって感じだからな。なんかスズとは全然タイプが違うからさ。カイさん、私が踊りやすいようにリードしてくれてるんだ。
ジャックエースってすごいな。カイは紳士的という言葉をなんか表したかのような。立花は相手に合わせるのがうまいな。え、本当ですか？なあ、踊りやすい。私もです。カイさんがリードしてくれるから安心して踊れます。そうか。あれ、カイさん意外そうな顔をした。じゃあ今踊ったダンスをやっていくぞ。ジャックを習いたいなら俺の方に、ジャンヌを習いたいなら立花の方に集まれ。はーい、私ジャック。俺ジャンヌ。意外だよな、ここ。君がジャンヌを習いたかったんだね。ああ、ちっちゃい時ユニベール劇場で見たアルジャンヌがすっげー綺麗だったんだ。俺もあんな風に踊りたい。そっか、だったら頑張ろう。これが立花月なのでは。すごい、もう覚えちゃったね。完璧だよ。マジで？やったー！私も覚えた。ね、一緒に踊ってみようよ。ああ、カイ兄ちゃんと立花のお兄ちゃんみたいにステップ。ああ、そうだ、うまいぞ。カイさん優しい顔してる。それに楽しそう。学校では見たことがない顔だな。カイ兄ちゃん、立花のお兄ちゃん、今日はありがとう。またねー。ああ、じゃあね。すっかり付き合わせてしまったな。子供たち、カイさんに懐いているんですね。兄弟みたいでした。兄弟？あの子たちはみんな事情があって家族と離れて暮らしているんだ。そうなんですか。あ、教会の奥に施設がある。俺も昔はそうだった。親と死別してな。俺がいたのはまた別の場所なんだが、施設の人にはよくしてもらった。だからユニベールに入った今もこういう施設の行事の手伝いや子供たちの相手をしている。そうだったんですね。子供たち楽しそうでしたね。そうか。ええ、帰り際にああやってお見送りしてくれるくらいですし。俺が勝手にやっていることなんだが、そう思ってもらえているならありがたいな。しかしお前に手伝ってもらうことになるとはな。何か礼をしないと。気にしないでください。私も楽しかったです。そうか、ありがとう。俺も楽しかった。立花。はい、どうしました、カイさん。少しいいか、付き合ってもらいたいことがある。わかりました。舞台のことかな。カイのさ、目は黄色じゃないですか。なんかこう、みんな目の色が、あ、フミは赤だったりするけど、そういうなんか色の振り分けとかって、なんかあるのかな、元ネタというか。言われるままについてきたら喫茶店に来たんだけど、カイさんが喫茶店にいるのを初めて見た。私が知らないだけでよく来てるのかな。でもどうしたんだろう、学校じゃ話せない大事な話。カイは結構寡黙というか、うん、あんまりなんて言うんだろうな、アウトドア派ではないように見えて実はめちゃくちゃアクティブっていう。うん、大館山うろうろするし、結構街にも降りてるし。立花。はい。好きなものを頼んでくれ。はい。好きなもの。緊張してる。え、慣れてないから。前子供たちにダンスを教えてもらった。だからそうそう、教会のね、個人って言っていいのかな、あれは。まあ施設。ああ、もしかしてあの時の俺？それでわざわざ誘ってくれたんだ。で、まあ、その時のイベントの話も出てきたけど、
カイも両親とは死別してるんだよね。で、本当にこのクォーツのメンバー、先輩方たちっていうのはなんか家庭環境が何かしらこうね、抱えてるというか、ネタバレになっちゃうんですけど、美月も、ゲーム内では確か、はっきりと明言はされてなかったんですけど、この間発売された、ジャック・ジャンヌの小説、過激でですね、両親は離婚したということが書かれてたので、美月も、まあ、母親がね、ユニベールに乗り込んできて、まあ、あんな態度を取る時点で結構、親との関係は良くないんだろうなっていうのはまあ分かってたんですけど、で、ある一定時期というか、なんて言うんだろうな、ある時期を境には家が裕福じゃなくなったみたいなことは言ってたんで、まあ離婚してるっていうのは容易に想像はつくんだけど、まあ何かしらね、家庭環境に問題を抱えている、いた、人が多いと、フミに関しては。まあその家を継ぐ継がないっていうお話もありましたし、カイさん、義理がたいな、嬉しいです。無理をしていないか？そんなことありません。そうか、すまない、いつも一人で過ごしているから何をすれば喜ぶのかわからなくて、個人的なことで人の手を借りるのも初めてに近かったんだ。カイさん、人に迷惑をかけるの嫌いそうだもんな。遠慮したら逆に気を使われそう。じゃあいただきます。ああ、嬉しそう。今のああはめちゃくちゃ嬉しそう。あ、おいしい。そうか。カイさんはコーヒーだけで大丈夫ですか？ああ、いい香りがする。本当ですね。時間がゆっくり流れてるな。学校じゃ気を張っていることも多いから、こうやってゆったり過ごせるのもいいな。あれだな、なんかこうみんなのイベントが例えばこう同時進行で進んでるとすればそんなことはないんだけど、キサはめちゃくちゃこの喫茶店に来るし、甘いものめちゃくちゃ食べてるよね。じゃあこれを飾って。あれ？店員さんが何か持ってる。箱の中に花？すみません。それを見せてもらってもいいですか？ええ、いいですよ。どうかしたんですか、カイさん？いや、気になるんじゃないのか。私が見てたから？これ、プリザーブドフラワーって言うんです。プリザーブドフラワー？成果を加工しているんですけどね、こんな風にみずみずしい姿のまま長持ちするんですよ。店員さん可愛くない？へー、成果を。俺、あ、カチューシャしてるよね。これカチューシャだよね。違うのかな。髪留め、俺なんだろうな、なんかそのフェチなのかもしれないけど、女の子のねシュシュとかなんかこう好きなんですよね俺のそのフェチを言っても仕方ないんだけど。この姿のまま長く咲き続けるのか。綺麗ですね。ジャンヌは花をモチーフにした衣装を着ることが多い。そうなんですか？花を使うことで女性的な印象をより強く与えることができる。それにジャンヌはユニベールの花でもあるからな。ジャックは器。この花で言うと箱だな。花を美しく見せるために個性を消した黒一色の箱。花は記憶に残っても、この箱のことは誰の記憶にも残らない。俺もこういうものでいい。だがお前は花のある人間だ。俺とは違う生き方をしていくことになるだろう。うん、今日はありがとうございました。いや、俺のセリフだ。付き合ってもらってすまない。俺は教会に寄って帰る。お前は先に戻っていてくれ。はい、わかりました。お疲れ様です。どうしました？教会の子供たちが
お前に会いたがっていた。時間がある時でいい。もし迷惑じゃなければ。また教会に伺いますね。ありがとう。の、キサ、今帰りかい？多分結婚するならカイみたいな男性なんじゃないかな。俺はあの女性のなんか気持ちあんまよくわからないって言ったらちょっとあれなんですけど、あの結婚するならあれなんじゃないかな、カイみたいな男性なんじゃないかな。すごく面倒見がいいし落ち着いてるし、付き合うとはまた別だよね。ずいぶんゆっくりしてたんだな。多分付き合っててなんかね、楽しませてくれるというか、そのドキドキするというか、そういうのはフミが圧倒的なのかもしれないんだけど。カイさんと喫茶店に行ってました。カイさんと喫茶店？お前が誘ったのか？いえ、カイさんに誘われて。カイが？カイさんが喫茶店にいたって話も、カイさんが人を誘ったって話も聞いたことないですよね。あ、まあそんな自分のことを話すタイプではないけど、カイが教会に行ってるっていうのも知ってるのかな。どうしたよ、ミズ。そういえばカイさんにこの前、後輩が先輩に誘われて喜ぶ場所はどこだって聞かれたんだ。え？お礼をしたいとかなんとかで、僕は喫茶店くらいにしか行きませんけどって返したんだけど。じゃあそのお礼をしたい相手がキサだったってことか。ずいぶん感謝されてんだな。カイさんの命でも救ったわけ？いえ、そんなすごいことはしてないです。でも救われた気持ちになったのかもな、カイが。あいつ個人的なことで人の手借りれるタイプじゃないだろ。キサがそういう敏感な部分を優しくフォローしてやったんじゃね。それにしたって珍しいけどさ。ですね。いつもならしないことをしてくれたんだ。気持ちがありがたいな。あれ、カイさん、お疲れ様です。ああ、お前か。お出かけですか？ああ、大館山の方に。それはお出かけっていうのかな。もう大館山に帰るんじゃないか。お前も来るか？いいんですか？お前がいいなら。はい、ぜひ。今日も穏やかですね。そうだな。カイさんはいつも休みの日は大館山で過ごしているんですね。山にいると昔のことを思い出す。なんかさ、大館山の木ってさ、なんか太いしさ、なんかこの、なんて言うんだろうな、ナウシカの深いとかそういうんじゃないけど、あの、もののけ姫感はあるよね。この、岩とかもゴツゴツしてて苔が生い茂ってるしさ。昔のこと？もののけ姫的な、本当に人の手が入ってないような自然というか。あ、家族と暮らしていた時のことだ。そういえばカイさん、親とは死別したって言ってた。重い。住んでいたのは田舎の小さな町で、こういう山のすぐそばだった。父は俺が物心つく前に亡くなったらしい。兄弟もいないから母と二人暮らしだった。裕福ではなかったが不自由を感じることはなかったな。暇さえあればよく一人で山に入って遊んでいた。だが次第に母が寝込むことが増えて、辛いだろうに痩せ細った体でいつも笑っていた。最後まで。母がいなくなった後は親戚の家を転々としていたんだ。だがどの家も楽ではないからな。最終的に施設で面倒を見てもらうことになった。そっか。あ、だからカイは人を頼らないというか、なんか人に迷惑をかけたくないというか、そういう気持ちが強いんだ。俺のように親と死別した子供は案外少なくて、
親がいても離れて暮らす子供の方が多かったんだが、みんなよくしてくれていた。ただいつまでもいられる場所じゃない。いつか出ていかなければならない場所だ。自分の進路については常に考えていた。そんな中、ユニベールの訪問感激があったんだ。ユニベールの？非現実的な夢のような世界だったな。華やかで、きらびやかで、どこまでも眩しかった。その時、訪問感激に同行していた校長先生に声をかけられたんだ。お前、ユニベールに興味はあるか、と。あ、校長先生が。カイさんも校長先生に声をかけられていたんだ。当時から背が高くて、体つきだけはしっかりしていたから、目についたのかもしれない。それに、ユニベールの母体の玉坂座は、昔から身寄りのない子供を預かって芸事を仕込み、舞台に立たせていたらしいからな。ああ、なんか、そんな話、いや、どこだっけな、どこのルートで出てきたんだっけ、その話。もともとそういう土壌があったんだろう。歌も、ダンスも、芝居も、すべて身近なものではなかったが、ユニベールにいれば、学びながら稼げる。それに、あのまばゆい舞台が、忘れられなかった。それで、ユニベールに。うん、俺もなんか、このゲームをずっと、もう実況1ヶ月以上してきて、まあ、だんだんとちょっと1回は、その、ちゃんとした舞台を見に行こうと思って、まあ、近場でやってないか調べたんだけど、県内はね、なんか、なかったね。やっぱあんま香川ないのかな。入ってすぐ、俺のような人間が来る場所じゃないと、恥ずかしくなったから。同期には文が、クラスには立花月先輩がいたから、花がある人間というのは、舞台に立っている立っていない関係なく、輝いているものだと知った。それでも入学した以上は、自分にできることをやっていこうと思ったんだが、ここにいるのが、どうしても場違いなような気がして、気落ちすることも多くてな。校長の目に留まったなら、もっと胸を張っていいと思うんだけどな、自信を持って。そんな時、足を向けたのが、大館山だった。ここは、子供の頃遊んだ山によく似ていた。木々の向こうに見える空も、思い出のままで、満ち足りていた頃を思い出させてくれる。安心できる場所なんだ、ここは。そっか。そっか。大館山は、カイさんの孤独を埋めてくれる場所なんだ。じゃあ、カイさんは、今も孤独なのかな。ああ、すまない。つまらない話を長々と。もっと聞きたいです。もっと聞きたいです。カイさんの話。まあ、カイに関してはね、寡黙なリーダー。すごく後輩を見て気を使ってすごく空気が読めてというかね、頼りになる安心できる先輩というかね、ザ・ジャックエースみたいな、まあなんかそんな表面上的な印象しか俺は今まで持ってなかったんだけど、やっぱこうやって掘り下げてくるといろいろ分かってくるな。お前といると多弁になる。お前は俺なんかの話でも否定せずに真面目に聞いてくれるからだろうな。舞台に対しても真摯でひたむきで、お前の成長を見るのはいつも楽しい。お前といると不思議と心が落ち着く。お前は誰に対しても温かい人間だ。しかしそうなるとキリがない。お前の時間を俺に使わせるわけには。どうしました？曇ってきたな。一雨来るかもしれぬ。ああ、でもこんな森の中にいてさ、よく曇ってきたとかわかるな。基本的に薄暗いと思うんだけど。戻るぞ。はい。
ごい雨、うん、あ、この暗い大館山の背景、カクトに首絞められた時のことを思い出しちゃった。今足元がぬかるんで走りにくい。大丈夫か、橘。はい、もうすぐユニベールに。濡れた落ち葉で滑る。危ない。おお、美しい。カイさん大丈夫か。キサがね、ユニベールの制服着てるのはなかなか珍しいというか。はい、すみません。この雨じゃ走ったところで意味がないな。お前に怪我をさせたら申し訳が立たない。ゆっくり山を降りよう。はい。手を離すぞ。手つないで降りよう。カイさんの手、骨張っていて大きい。ありがとうございました。助かりました。ん？カイさん、自分の手をじっと見つめてる。どうしたんだろう。カイさん？小さい。え？お前の手が小さかった。あ、すまない、行くか。あ、はい。手が小さい。ただの感想。あれ？晴れてきた。これなら雨宿りしておけばよかったな。読み間違えた。でも思い出になりましたね。あ、そうだな。俺とお前の。ええ。なんかもうあれじゃん。ロマンチックな、セリフを吐き始めようとしてるんだけど、早くないか。立花。結構グイグイ来るタイプなのか。はい。そうちゃんよりかは積極的だしね。ああ、いや。今度は、雨の降らない日にでも。お。はい。いいじゃん。デートの後に次のデートの予定を、やんわりと立てておくではないけどさ。